フェリーペマッサ、フェリーペマッサ、1981年4月25日体はブラジルサンパウロ出身のレーシングドライバー。祖父はイタリアのフォッチャ県チェリニョーラからの移民で、イタリア移民としては比較的最近の世代の家系に生まれた。8歳でカートレーシングを始め国内外の選手権で9年間活動した。1998年に カートからジュニアフォーミュラにステップアップし、フォーミュラシボレーのブラジル選手権に参戦。初年度にランキング5位を獲得し、翌年には10戦中3勝を挙げ選手権タイトルを獲得した。2000年にはヨーロッパへ渡り、フォーミュラルノーのイタリア選手権とユーロカップに参戦し、両選手権ともにタイトルを獲得した。2001年には F3 へ、 ステップアップする機会を得たが、イタリアを中心に開催されているユーロ F3000、現、ユーロ3000選手権への参戦を選び、参戦初年度にも、かかわらず8戦中6勝を挙げるという、圧倒的成績でタイトルを獲得した。この活躍に注目したザウバーから、F1 テストの機会を与えられ、テストの結果ザウバーとの契約を勝ち取り、翌年から F1 参戦を果たす。 2002年、マクラーレンへ移籍したキミライコネンの後任として、20歳312日という若さで F1 デビューを飾った。デビュー2戦目、マレーシア GP での6位入賞で、初のポイントを獲得するも、この頃にはミスも多く、第11戦フランス GP では、ピットレーン出口の白線を2回またいだことで、それぞれドライブスルーペナルティの処分が与えられた。また、 第15戦イタリア GP では、ジャガーのペドロデラロサとの接触で抑戦の銃、グリッド降格ペナルティを言い渡されたため、ペナルティの回避目的で、アメリカ GP のシートを、ハインツ・ハラルド・フレンツェンに譲った。最終的に入賞は3回、ランキング13位でシーズンを終える。シーズン終盤には、ザウバーが2003年のラインナップとして、チームメイトのニック・ハイドフェルド、 大役として出場したフレンツェンヌ2名を登用することを決定し、マッサはそれに伴ってフェラーリに移籍。2003年シーズン中はテストドライバーを務めた。2004年、フェラーリからの推薦により、ザウバーから F1 復帰を果たす。この年はチームメイトのジャンカルロ・フィジュケラにレースペースで遅れを取ることが多かったが、第14戦ベルギー GP では、 自身決勝最高位の4位でフィニッシュ。第16戦中国 GP と最終戦、ブラジル GP でも予選で自身最高位の4番グリッドを獲得するなどの活躍を見せた。最終的にシーズンで12ポイントを上げたが、22ポイントを獲得したフィジケラと比べると見劣りする結果となった。2005年、チームメイトは1997年の ワールドチャンピオンジャック・ビルヌーブ。この年はむね安定感のある走りを披露し、多くのレースでビルヌーブを上回るパフォーマンスを見せたものの、最終的に前年より獲得ポイントを下げた。最終戦で6位入賞し、ポイントでビルヌーブを逆転した。2006年に向けてフェラーリとレースドライバー契約を結び、ミハエル・シューマッハのチームメイトとなることが決まる。2006年。 フェラーリに移籍。開幕戦バーレーン GP では予選で2位を獲得した。第2戦マレーシア GP では21番グリッドからのスタートだったにもかかわらず果敢な走りを見せて5位入賞。14番手スタートから6位を獲得したシューマッハを上回った。しかし序盤は安定性に欠け、バーレーンではレース中にスピン。オーストラリア、モナコでは予選中にクラッシュと、 チームメイトに比べると見劣りする場面が多々あった。第5戦ヨーロッパ GP では3位でゴールし、初の表彰台を獲得した。第14戦トルコ GP にて3戦4年目にして、初ポールポジションを獲得。決勝レースでも安定した走りを披露し、初優勝をポールトゥインで飾った。第17戦日本 GP では2度目のポールポジションを獲得したものの、 レースでは2位に終わった。続く最終戦ブラジル GP では2戦連続のポールポジション獲得から自身2度目の優勝を母国で果たしチームメイトのシューマッハの引退レースに花を添えた。また、この勝利は1993年のアイルトンセナ以来13年ぶりのブラジル人による母国優勝でもあった。そのウィニングランではコースマーシャルから渡されたブラジル国旗を掲げて走る。 姿を披露した。2007年、引退したシューマッハに代わって、君来コネンをチームメイトに迎える。第3戦マーレン GP、第4戦スペイン GP と連勝し、チャンピオン争いに加わる。この2つのグランプリでは、2戦連続ハットトリックを記録している。しかし、その後は、第12戦トルコ GP まで優勝から遠ざかり、第6戦カナダ GP では、 ピットレーン出口の赤信号を見落とすミスを犯し、失格処分になるなど、ノーポイントのレースも影響して、チャンピオン争いから脱落し来年のサポートに回った。この年は、6回のポールポジション、3回の優勝を含む10回の表彰台、6回のファステストラップを記録し、中盤までタイトル争いに絡むなど、大きな成長を見せた。 最終戦を前に2010年末までのフェラーリとの契約延長を発表している。最終戦ブラジル GP ではポールポジションからスタートし50周目まで守った首位のポジションをライネンに明け渡し2年連続の母国優勝を諦める形でチームメイトのドライバーズタイトル獲得を見事にサポートした。2008年この年は大いに活躍することとなるが 好調なマシンとは裏腹に良いスタートが切れなかった。開幕戦オーストラリア GP では、オープニングラップ第1コーナーでスピンを喫し、最終的にエンジントラブルでリタイア。第2戦マレーシア GP では、ポールポジションを獲得するものの、決勝レースでは開幕戦に続いて、スピンを喫し、2戦連続のリタイアとなった。第3戦バーレーン GP で、シーズン最初の優勝を挙げると、 その後は順調にポイントを獲得していく。そして2006年、2007年と連覇している第5戦トルコ GP ではポールトゥーインで完勝し3年連続ポールトゥーインを達成した。第8戦フランス GP では首位来5年がトラブルで失速したレースをものにしシーズン3勝目を挙げたが続く第9戦イギリス GP では雨に苦戦し13位に沈んだ。 何度もスピンする姿がテレビ中継でも捉えられた。第11戦ハンガリー GP では予選3番手から抜群のスタートで1コーナーまで2周をダッシュ。その後も徐々に差を広げ2番手走行中のルイス・ハミルトンがパンクで交代してからは20秒以上の大差をつけて周位を独走する。シーズン4勝目を目前にした残り3周、突然のエンジンブローによりマシンを降りた。 記録上は17位完走。第12戦ヨーロッパ GP では、ポールポジションを獲得。決勝でも見事なスタートを決め主位を堅持すると、そのまま独走体制に入り、シーズン4勝目を挙げた。ファステストラップも記録しており、自身100戦目のレースを、ハットトリックという干渉劇で飾った。リタイアに終わったライコネンを、ランキングで抜いて2位に浮上した。 また、二度目のピットアウトのサイエードリアンスーティルと接触寸前になり、レース後の審議で罰金のペナルティを課されたが、順位の変更はなかった。マッサの言い分は、ラップリーダーの人間に進路を譲るものだ。としている。第13戦ベルギー GP では2位でレースを終えたが、首位でチェッカーを受けたハミルトンが、死刑員のショートカットによるアドバンテージを利用しての追い越しにより、ペナルティを受け、 その結果マッサが優勝に繰り上げとなり2連勝でシーズン5勝目を挙げた。第15戦シンガポール GP ではポールポジションを獲得。決勝レースでも首位を改装していたがセーフティカー導入直後のピットストップで状況が変わる。フェラーリがロリポップの代わりに用いていたシグナルがピットクルーのミスにより給油中にグリーンに変わり。 それに反応したマッサは給油ホースを引きちぎって発射。ピットレーン脇にマシンを止め、慌てて、クルーが駆け寄りホースを引き抜く事態となった。これにより、一気に最後尾に転落した上、ピットアウトの際に再び、スーティルに接触寸前になるほど、強引に飛び出したことをとがめられ、ドライブスルーペナルティを受けた。その後は、コースアウトや、ハーフスピンを喫するなど、安定感を書き、 結果的に13位ノーポイントに終わった。タイトル争いでは、首位ハミルトンとのポイント差を7に広げられてしまった。ワールドチャンピオン獲得の可能性が残った母国での最終戦ブラジル GP をハットトリックで完全優勝。同シーズン最多となる6勝目をマークした。ハミルトンは5位以内に入れば、チャンピオン獲得という状況下で終盤を降り出した雨の影響で、 セバスチャン・ベッテルに先行されたハミルトンは6位に落ち、チェッカーを受けた時点ではマッサがチャンピオンを獲得する条件は揃っていた。しかし強まる、雨の中ドライタイヤで走行を続けていたティモ・グロックが失速すると、すでにウェットタイヤを装着していたハミルトンは、最終ラップの最終コーナー手前でこれをオーバーテイクし、5位でゴールした。これによりマッサは、わずか1ポイント差でタイトルを逃した。 さらなる飛躍が期待された2009年だったが、大幅なレギュレーション変更に合わせて開発された F62 昨年ほどの競争力はなく、開幕から4戦をノーポイントで終えた。しかしその後の4戦では、連続してポイントを獲得すると、第9戦ドイツ GP ではこの年初の3位、表彰台を獲得する等の検討を見せた。第10戦ハンガリー GP では、 予選中に前方を走行するルーベンスバリチェロのマシンからサードダンパーのスプリングが外れ、マッサの左前輪で跳ね上げられヘルメットを直撃し、その衝撃で意識を失い、アクセルを緩めることなく、高速のままタイヤバリアに激突するクラッシュを起死した。診断の結果、額の裂傷、頭蓋骨の損傷、脳震盪などにより緊急手術が行われた。 翌日の決勝レースは欠場となった。低速サーキットと言われるハンガロリンクであるが、アップヒルストレートから、ハンガロリンク最大の高速コーナーである4コーナーのアプローチという、時速 280km ほどになる場所で、スプリングが頭に当たるという不運な事故であった。この事故がきっかけで、ドライバーの頭部保護デバイスの開発が検討されるようになり、やがてそれはに、ヘイロ、 ヘイローとして、レギュレーションで正式導入されることになる。その後は、順調に回復し、本人は、母国でのブラジル GP で復帰したい胸を話していた。8月末に行われた精密検査では認識力、視力ともに良好ではあったものの、骨折した頭蓋骨の形成手術の必要があること、その後トレーニングの必要があることなどを考慮し、 チーム側はシーズン中の復帰はさせないつもりであることを発表した。大役は当初はミハエル・シューマッハが復帰する予定であったがバイクレースでの事故の首の痛みにより断念。第11戦ヨーロッパ GP、第12戦ベルギー GP ではフェラーリのテストドライバーであるルカ・バドエルが務めた。しかしバドエルの成績不振により、第13戦イタリア GP 以降はジャンカルロ・フィジュケラが 急遽、フォースインディアから移籍して、代役を務めた。その後も、順調に回復し、10月には、フィオラのサーキットにおいて、事故後初となる F1 ドライブを実施し、F2007 に GP に使用のスリックタイヤを装着して 100km を走破した。負傷していた左目も、医師の診断で完全に回復したと伝えられた。第16戦ブラジル GP では、 チェッカンフラッグを振る役を務めた。最終戦アブダビ GP での復帰が噂されていたが、チーム側は大事をとってシーズン中の復帰をさせないことを改めて発表した。この年から来年に代わり、ルノーよりフェルナンド・アロンソをチームメイトに迎える。開幕戦バーレーン GP から復帰し、2位表彰台を獲得。第3戦マレーシア GP を終了した時点で一度は、 ランキングトップに立ったものの、第2戦オーストラリア GP を最後に8戦連続で、表彰台すら獲得できずにポイントが伸び悩み、タイトル争いで大きく、遅れを取った。そんな中で迎えた第11戦ドイツ GP では、予選で3位を確保すると、スタートでトップに立ちレース中盤までトップを走行する。久々の優勝が見えていたが、チームから真っさえ。 フェルナンドイズファスターザミュー、キャンニ c a n you confirm this you under t that message. フェルナンドは君より早い。このメッセージの意味が理解できるかとの無線が入り、その直後にマッサは露骨に減速して、周囲をチームメイトのアロンソに譲り、結局マッサは2位でゴールした。この行為はチームオーダーに当たるとしてフェラーリには、レース終了後に10万ドルの罰金が課せられた。以降は、 第14戦イタリア GP を除いてラップリーダーになることすらなく第16戦日本 GP では予選9-2で脱落し決勝ではスタートでホースインディアのビタントによりウッチと接触して早々に戦線を離れた結局タイトル争いをしていた3チームの中で最下位となる6位でシーズンを終えた2011年もフェラーリから参戦シーズンは レッドブルのセバスチャンベッテルが圧倒的に独走する展開となり、フェラーリは競争力が足りず、マクラーレンにも大きく引き離された。それでもアロンソは表彰台の常連で年間ランクの2位争いに加わったが、マッサは5から6位が定位置となった。ルイス・ハミルトンとの接触が極めて多く、第17戦インド GP までで6回を数えた。 フェラーリで過ごす7年目の2012年シーズンは開幕から苦しむこととなった。プレシーズンテストからフェラーリのマシンパフォーマンスは不十分で苦戦が予想された中での開幕であった。その中でもチームメイトのアロンソは第2戦マレーシア GP で優勝するなど速さを見せる場面も多かったため余計にマッサの不振が目立つ形となり、 シーズン途中でのドライバー交代説も幾度となく流れた。事実、開幕から3戦連続でノーポイント5戦連続で93進出を逃していた。第6戦モナコ GP ではようやく速さを見せ予選92ではトップタイムを記録した決勝6位。第7戦カナダ GP でも予選では6番手を獲得し復調の兆しを見せたが決勝では序盤に 単独スピンし10位に終わっている。第8戦ヨーロッパ GP では一転して速さを見せることができず、予選13位、決勝も小林か夢えらとの接触などもあり16位に終わった。第9戦イギリス GP では、予選、決勝ともに速さを見せ、雨の予選で5位、ドライコンディションの決勝では4位入賞と、いずれもここまでのシーズンでの最高位を獲得した。続く、 第10戦ドイツ GP では、スタートの接触が大きく影響して12位に終わる。ものの、第11戦から連続入賞を続けると、第15戦日本 GP では、決勝で2位となり、2年ぶりの表彰台を獲得した。その後は、シーズン終盤の2戦では、予選タイムでアロンソを上回り、決勝でもアメリカ GP ではグリップが良い、奇数グリッドにアロンソを移動するために、 故障していない、ギアボックスの封印ラベルを剥がし、ギアボックス交換ペナルティ後グリッドダウンを、チームから要求を受け入れるという苦渋の決断をした。しかし、このペナルティを受けながらも、最終的にはアロンソに次ぐ4位入賞を果たし、さらに、ブラジル GP でも3位表彰台を獲得。2013年からも、フェラーリから参戦することが正式に発表された。 参戦決定前は他チームとも交渉をしていたことを明らかにしたが、マッサー自身はフェラーリで走ることを望んでいた。2013年もフェラーリから出走。シーズン序盤は予選でアロンソを上回るなど上々な滑り出しを見せ、スペイン GP では予定外のピットストップを行うことになったものの3位表彰台を獲得した。しかし、シーズン中盤に差し掛かると、 タイヤのトラブルやマシンの戦闘力の低さなどにより、結果を残せず低調なシーズンとなってしまった。このシーズンを最後に長年にわたって在籍していた、フェラーリを離れ、ウィリアムズ・ウェフ一に移籍することになった。ウィリアムズから参戦。チームメートは、バルテリボッタス前半は、他社からのもらい事故、小林カムイ、セルジオ・ペレス、キミライコネン、ケビン・マグヌス戦闘によるリタイヤや、 ピットクルーの作業ミス、中国 GP 等により苦戦を強いられる。それでも第7戦カナダ GP ではシーズンを通して圧倒的な速さを見せていたメルセデスからシーズン初めてリードラップを奪い、次戦第8戦をオーストリア GP にてポールポジションを獲得する。決勝こそメルセデス2台と予選2位の同僚をバルテリボッタスに抜かれ4位に終わったが、 2008年ブラジル GP 以来のポールポジション獲得をウィリアムズ遺跡初年度で達成した。前半戦は95ポイント獲得した両友、ボッタスに対してマッサは40ポイントしか獲得できなかった。しかし後半戦はウィリアムズ遺跡後発の表彰台をフルス、フェラーリの母国イタリア GP で獲得3位。その後アメリカ GP ではコースタートを決めて、 ピットの作業ミスにより、リカルドにパスされるまで表彰台圏内の3位を走行。結果4位。自身の母国ブラジル GP は、ピットレーンのスピード違反で2年連続母国 GP でのペナルティ。2013年は4輪とも、白線を超えたためドライブスルーペナルティ。今回は5秒間のストップゴーペナルティや、ピットストップ時に、 同じように白色を基調とするマクラーレンのピットに間違えて入るなどのミスもあったが2年ぶりに母国で3位表彰台を獲得最終戦も優勝してワールドチャンピオンを決めたハミルトンを猛追する印象的なレースを披露し2位を獲得両友ボッタスもスタートのミスをリカバーするレース運びで3位に入りマキッシしの W 表彰台を達成シーズン後半は得意とする 左回りのコースを中心に速さを見せ、ボッタスと同等の活躍を見せた。結果としては、今季飛躍を遂げた両友、ボッタスに、表彰台回数、総獲得ポイントで後陣を敗することになったが、前日の後半戦の活躍により、計3度の表彰台を獲得し、フェラーリ時代後半以来の不調から復活の兆しを見せた。また、前日の、 第8戦オーストリア GP での PP は結果としてメルセデスによる年間前線 PP を阻止する記録となった。2015年もウィリアムズより3戦。開幕戦2015年オーストラリア GP ではフェラーリにセリ勝ってメルセデスの2人に次ぐ予選3番手を獲得。決勝ではベッテルにオーバーカットを許したが4位入賞を果たした。 その後もコンスタントにポイントを稼ぎ、オーストリア GP、2015年イタリア GP の2レースで、それぞれ、ベッテル・ボッタスを抑えて3位表彰台を獲得。第9戦イギリス GP では3番手スタートから、メルセデス2台を抜き去り首位に浮上。一時はボッタスとのウィリアムズ1から2体勢を築いて、板が中盤に降り出した雨に翻弄され4位に終わった。 最終的に表彰台獲得数では、前年度を下回る2回、ランキングはボッタスに次ぐ6位となった。2016年もウィリアムズに残留。しかし、マシンの戦闘力は、過去2年と比べてもあまり高くなく、メルセデスに追いつくどころか中断に飲み込まれる展開が、続き、ポイントを獲得するのが、精一杯というレースも多く見られた。 それでも開幕戦オーストラリア GP ではボッタスが急に敗退を喫したのに対して93進出を果たして決勝も5位入賞。中国 GP でもハミルトンを抑え切って6位入賞を果たすなど昨年同様の安定感を見せつけた。第14戦イタリア GP の前に2016年シーズンをもって F1 から引退することを明らかにした。しかしメルセデスのコロズベルグが 初の王者に輝いた直後に電撃引退したことにより状況が一変する。ボッタスがローズベルグの後任としてメルセデスへ移籍したことにより引退を撤回。2017年もウィリアムズでドライブすることになった。新たなチームメートはランスストロール。背景にはチームメートがルーキーであることから経験豊富なドライバーを求めていたこと。 ウィリアムズのメインスポンサーを務めるマルティーニが25歳以上のドライバーを求めていたことがある。ハンガリー GP のフリー走行で体調不良を訴え、予選以降を欠場した大役はリザーブドライバーのポールディレスタ。マシンの性能があまり高くなかったこともあって表彰台には届かなかったが、出走した19戦中13戦で入賞するなど1年を通じて、 ベテランらしい安定した走りを見せた。母国ブラジル GP を前にした11月4日、2017年を最後に F1 から引退することを発表した。なお、マッサの引退により2018年はブラジル人のレギュラードライバーが不在となることになった。マッサは2016年の F1 引退を機に別カテゴリーのレースにフル参戦することを望んでいた。 中でもフォーミュラ E への参戦は、あるチームとの契約へと至っていたと報道されていたのだが、前日のようにロズベルグの引退によって2017年も F1 参戦を継続することになったためこの契約を破棄したという。2017年2月3日、スペインにて、フォーミュラ E に参戦するジャガーと所属チームである、ウィリアムズの関連会社、ウィリアムズ・アドバンスド・エンジニアリングが共同で、 運営したテストで、ジャガーのフォーミュラ E マシン I タイプ1を運転した。ジャガーのチーム声明によると、このテストは、フォーミュラ E の運営団体から依頼されて行われたものだという。同年の F1 バルセロナ合同テストの初日、マッサは契約までは至っていないもののジャガーとの交渉を進めていたことを認めている。また、ジャガー以外の複数のチームとも話をしていたことも、明かしており、 F1 引退後の選択肢としてフォーミュラ E を挙げている。2018から19年シーズンで初参戦を迎える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。